わお。まあさすがにラーメンのスープみたいに長時間煮込むわけにはいかないんで、まあ、10分20分ぐらいの感じですけど、まあ匂いは、まあ、既製品のミートソース使ってるからですけど、まあそりゃいい匂いですよ。ではここにパスタを入れてさっとソースを絡めれば出来上がりです。こちらが鶏のもみじから作ったミートソーススパゲッティです。とりあえず木村氏のために温泉卵を乗っけてみたんですけども、あこれは熱しすぎちゃったな。それじゃあね、何はともあれ食べてみましょう。ひとまずこのスパゲッティから。まあそりゃうまいっすよね、既製品使ってるから。でもね、普通に食べるよりこれで煮込んだからかよりコクがプラスされてるような気がしますね。それじゃあ問題のもみじの部分食べてみますよ。この手のこのところかな。あっかあっかあっか、完璧。これは鶏皮です。その鶏皮って煮込むとプルプルするじゃないですか。それがもう口全体にその鶏皮のプルプルが広がるような感じで、これはまあ吸い出しながら食べる価値はあるんじゃないですかね。ただ小骨が多くて非常に食べづらいっていうのと、やっぱこの先端のこのトゲの部分が口に当たると痛いですね。でもまあ味は十二分にうまいんで、コラーゲンをこれでもかって確保したい方はおすすめです。